平野紫仕様、インスタ解説2ヶ月未満で400万フォロワー突破、トレンド入りの背後に隠された成功の秘密。こんにちは、皆さん。ジャニーズ事務所を退所し、滝沢秀明氏が設立した新会社、とべ、2合流を果たした平野紫仕様さん、26、が、インスタグラムの世界で驚異的な成功を収めています。 彼のインスタ解説からわずか2ヶ月未満で400万人を突破し、さらにはトレンド入りまで果たした平野志陽さんの魅力とその成功の秘密をご紹介します。平野志陽のインスタ解説が話題に平野志陽さんは、2021年5月22日にジャニーズ事務所を退所し、その後、新たに滝沢秀明氏が設立した、とべ、に合流することを発表しました。 そして、7月7日にインスタグラムを開設し、その後の2ヶ月でフォロワー数が400万人を突破しました。この驚異的な数字は、平野紫陽さんの魅力とファンからの熱いサポートの賜物と言えるでしょう。インスタグラムの魅力的な投稿平野陽さんのインスタグラムでは、彼の日常や趣味、そしてオフ姿などが多彩に投稿されています。 特にファンから注目を集めたのは4日に投稿されたスワンボートに乗って考え事をしているような物上にも見える表情の写真と眩しそうに両手ピースを下オフ間満載の写真です。ファンからの反応これらの写真に対してファンからは多くの反応が寄せられました。 彼の困った顔が可愛いとの声や、ダブルピース姿が最高だと絶賛されるなど、その魅力にファンは虜になっています。さらに、フォロワー400万人おめでとう、企画外すぎて、400万人やばいね。すごいね、400万人生すぎる、といったコメントが多数寄せられ、彼への熱い支持が現れています。成功の秘密は何か では、なぜ平野紫陽さんのインスタグラムはこれほどまでに成功したのでしょうかその秘密はいくつかの要因によるものと言えます。オープンな姿勢。平野紫陽さんは自身の日常生活やオフ姿を率直に共有しており、ファンとの距離感を保つことに成功しています。彼の素直な姿勢はファンにとって魅力的です。コンスタントな投稿。 平野紫耀さんは頻繁に投稿し、フォロワーとコミュニケーションをとっています。このコンスタントな投稿がファンを引き寄せています。多彩なコンテンツ、彼の投稿は多岐にわたり、日常の一幕から趣味まで幅広いコンテンツがあるため、幅広い層から支持を受けています。結論平野紫耀さんのインスタグラムが2ヶ月未満で400万フォロワーを突破し、 トレンド入りするほどの成功を収めた背後には、彼のオープンな姿勢、コンスタントな投稿、多彩なコンテンツがあると言えます。ファンとのコミュニケーションを大切にし、日々の生活を共有することで、彼は多くの人々の心をつかんでいます。これからも平野耀さんのインスタグラムから目が離せませんね。皆さんもぜひ、彼の素敵な投稿をチェックしてみてください。 そして彼の成功に祝福のメッセージを送りましょう。それでは次回の記事でお会いしましょう。お楽しみに。